続けて続けて大丈夫だよ、オールプレイだから。大丈夫なの？続けて大丈夫ですよ。そうかそうか、ごめんなさい、こちらの事情なんかをぐちょぐちょぐちょって喋ってくる。そういうこと言うから、何？三宅くんの話でもしてくる。あ、三宅くんの話ね、三宅くん、だから高校で頭いいから、うん、いい高校行ってんだ、うん、な、うん、もちろん大学も国立に行っちゃってるわけ。え、それは三宅くんが頭が良くて頭いいんだよ、国立だね。行ってたか、大学国立ってなんすか？そこからの説明？国立ってどれどれどれって何？どれどれってなんだよ。あの名人は名人、あの国立じゃないです。国立じゃないんだ。だからまあ言ったらお金かかっちゃうね、私立だから。東大は？東大国立じゃないかな。じゃあ慶応は？慶応私立。早稲田は私立。え、じゃあなんか他あったっけな。まあとにかくその話をしだすとどこがどうだってことになっちゃうけど、国立にまあいい大学に行ったわけ、地元の愛知ので、そのまま、まあ言ったら大企業ですよ、旭化成さんね。おお、伊比だ。うん、伊比、伊比に確か旭化成だったと思うけど、にトントンともう就職しちゃって、今やもう立派な二児のパパですよ。で役職は？いや、もういいとこ行ってんじゃないかな、この頃。ちょっと全然会ってない。三宅がさ、急に電話してくんだよ。どういうことですか？あの、例えば俺のスケジュールも、ここのプロデューサーさんと同じ、俺のスケジュールなぜみんな聞かない？思いついちゃう。思いついちゃうんだよね。三宅はそんなやつなの、最初から。僕そういうやつなの。変わんないですよ。変わんないから、はい、慣れてんだよ俺、だからそういうの。はいはいはい。じゃあ急に問題ないじゃないですか。今東京だから今から飲みに行かないみたいな。いやいや、ちょっと待てっつって。で前日に来ることは分かってるわけじゃん。いや、でも思いついちゃったからですよ。いやいやいや、もうね、確信犯だと思ってんだ俺、三宅もエンターブレインも。そうしたらあいつ面白いだろうみたいな感じに小バカにされてんだ俺、大体が。大妻しかり、エンターブレイン全体が。ちょっと待ってください、そんな愚痴を。ごめんなさいごめんなさい、どうしてもね、愚痴になっちゃうな。見よう見よう、三宅君の話なんかどうでもいいんだよ。いや、じゃあそのバーチャファイターの続きはちょっと気になってます。ごめん、バーチャファイターちょっとやべえ、やべえ話。あの、このスーパーチャファイター、そう、あ、じゃあいいんだ。バーチャファイターをさ、はい、買いに行ったの、はい、あ、買いに行ったわけじゃないんだけど、違うソフトを見に行って何か買おうかなと思った時に、おっと見たらさ、バーチャファイターがさ、ものすごい安かったの、はい、出てる全盛期だぜ、はい、例えばなん今でもあんじゃん、はい、なんか安くなる何年後かに、はい、いやもう、はい、そうってあんじゃん、はい、じゃないのよ、全盛期なんだよ、はい、超売れてる時に、はい、そのまあ通常何今だったら7,000円、はい、6,000〜7,000円とかすんじゃん、はい、普通常で普通に買ったソフトなんて、はいはい、その時さ、パッて見たらさ、あれ2,000円じゃんと思って、お、安い安いじゃん、安いで買おうと思って、なぜかわかんない、それなんでにそこだと2,000円、中古でもなんでもないんだよ、うん、普通の店だから、中古とか売ってない店だから。で買いました、買ってめちゃくちゃやった、めちゃくちゃやった、あのあいつどうですか、ホークス、ホークス、何ホークス、なんだあのプロレスラー、プロレスラー2人いますけど、あのあっちじゃない方、ジャマイカじゃない方、ジャマイカじゃない方、うん、ブンブン丸ですね、ブンブン丸か、ブンブンさん使ってるやつですよ、ね、ブンブンさん使ってるやつ、あれ俺パチパチやってないんですよ。やってないとか言うな、だって俺はスト2世代ですから。世代っていうのはスト2世代は俺らだよ。俺もスト2でしたよ。お前いくつだったの、スト2の俺小学校はもうだってまだちょっとダメじゃん、4,5年 でしょ、俺中学校だ、駄菓子屋で俺すごいやってました、駄菓子屋だろ。そうそうそう、ダメだ俺、鶴見くんち、鶴見くんちで、え、波動昇竜拳が破れなくて、波動拳出されて、こいつ飛んできたと昇竜拳な、カンパできない小学生が駄菓子屋でかもられるっていう、駄菓子屋って何、お金入れてってこと？そうファミコンじゃなくて、スーファミとかじゃなくて、スーファミじゃなくて、なんでスーファミ持ってないの？スーファミなんかなんで持ってんすか？なんで持ってるって何？なんで持ってんすか？久しぶり、これは鶴見くんが持ってた。鶴見誰ですか？鶴見くんっていう、この子はね、いいやつだったな、鶴見くん。鶴見くんはでも、あの中卒ですって、あの就職してるぐらいの感じの子。だって、今だったらもう、バヘッと。もういいんじゃないかな、もう、なんていうの、もう、長にはなってんじゃない、余裕で。そうですね、職人さんですか。うん、職人だったね。水道工事してたわ。
なるほど、水道管の方で、うん、なんかね、地元で働いてる町の君のところでひたすらやってたな。じゃあ、うまいはずじゃないですか。まあ、でももうそっからさ、いろんなシリーズが出てるわけじゃん、うんうん、そっからはそんなに。あ、ジャスト4はやってないと。で、今どこで覚えてます、スト2の次は。分かんない、やってないですか。ダッシュ、青いやつ、ロゴが青いやつ見たらやってる。ゲーセンではちょこちょこやってるけど。ターボもやった。ターボをやった、やった、アジアやってる、やった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 。スーパー、うーん、分かんない。あれスペイロンとかキャミーとか出てきたやつ。キャミーってあのベレー帽かぶってる。そうそう、あ、やったやったやった。アジアスーパースト2やったやったやった。じゃあ正解したゼロ。ゼロは何。ゼロはあのアニメのちょっと昔に持った感じの。誰代表は誰、新しいやつとか。新しいやつはソトムとか、あ鎧みたいかぶってるやつ。そうそうそう、あ、やったやった、とかも出てきてる。やった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 やってるよ。だからそこまでハマってないっていう。あ、じゃあそれ全部コンシューマーってことですか。ゲーセン、ゲーセン、ゲーセンでやってんだ。ゲーセン結構行くんですね。その時代、高校、大学はゲーセン用行ってたのは、もう大学の時はもうちょっと飲んでたらすぐゲーセン、ビリヤードみたいなとこばっかりだったからさ。ゲーセン、ビリヤード、ゲーセンがあってビリヤードもあるみたいなところばっかりで、もうそんなことばっかりしてた。それ何年前ですか。だからそれでこそ17年、6年前。17年前、だから大学とか考えたら18歳だから今は36とかだから、17年前だと12歳とか。青いな、まだまだ。 そんなやつがスト2の話とかすんの、ね、でもそれスト2時代それぐらいじゃないですか。そんなことない、もう中学生。俺とだって7歳ぐらい違うだろ。中学生だと俺何やってたんだろう。中学生でゲームはスーファミだ。でもうんでしょ、駄菓子屋でスーファミってもうおかしくないの。ぼったくられてんじゃん。駄菓子屋ではスーファミやってないです。ぼったくられてんじゃん。駄菓子屋でやってたのはもうちょっと前ですね、小学校。何それ、スーファミの筐体のってこと、うん、スーファミは駄菓子屋に。普通の駄菓子屋にあるやつです。あれでストリートファイターって駄菓子屋にあるストリートファイトって何。筐体のだろ。そう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 、が置いてあってやってたってこと。そうそうそう、あー、もう出てたろ。だってスーファミで、スーファミで、あ、スーファミの大会もやりました。あったあった。そうでしょ、ありました。それをもうひたすらやってたんだ。俺あのチュンリーの高爪客をずっとやってた気がします。チュンリーの高爪客って相手の前にボーンボーンって。あー、あるな、うん、あるあるある、あれやってたの。やっぱあれ、あれ、うん、スト2はすごいな。まあバーチャファイターもすごいけどさ、もちろんバーチャファイターは高校生の時。いや、やったな。でもすげえやった記憶がある。なんかでも中学生のそこら辺バーチャファイターが出たぐらいでちょっと一回ゲームをあんまやんなくなったんですよね。俺でも高校の時にあんまりないんだよね、ゲームやったっていう記憶が。高校の時ですか。高校の時だ。中学校、大学、小中大とはもうアホみたいにやってた。高校生の時何してたんですか。高校生の時はもう部活三昧。ああ、そうですもんね。朝から晩まで、ね、花園ですもんね。花園に行ったからね。そうですね、すごいですよね、うん、たまたまね。俺も高校は部活やってましたけど。お、何やってたの。あんまりやってなかったな。あんまりやってなかった。サッカーやってた。サッカーやってたの。サッカーやってましたよ、サッカー。サッカー、あの顔で。サッカー。ほら、サッカー、なるほど。だから言うけど、行かせって。サッカー、なんでフットサル場に来ちゃったの、これは。もう最終対決になっちゃってるけど、全然違う話して。なぜ、はい、なぜだよ、はい。企画段階で、あ、よしよし、フットサル場でちょっとやりましょうか、みたいになっちゃったの。フットサル場じゃなくてもさ、いけるよね。ちょいと広い体育館でいいわけじゃん。正直な話しましょうか。区の体育館とか安いじゃん、多分。いや、正直な話しましょうか。こう言って裏話をそこでベシって言えばいいんだよ。右にいる2人が、右にいるね、この頃、ちょっとフットサルにハマってた。うん、あ、この茶髪とこの警棒が。そうですね。うん、フットサルをちょっとやってた時代です、ね。この時代にね。この時代はやってました、ね。はい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 。で、じゃああそこでいいんじゃないかと。ここにはよく行ってたわけ。いや、ここにはよく行ってない。なんだよ、それ。行ってないのに、行ってたらさ、ほら、
すいません、いつもいつもみたいな、ちょっと安く借りれるとかあんじゃん。いや会社の近くにやったのに言ってたんですけど、これは別に会社の近くじゃないんで、うん、この時代はもうこちらに引っ越してきた時。いや引っ越してる引っ越してる引っ越してるだよね。引っ越してますね。で調布。そうですね。まあ遠いな。俺調布好きなんですよ。調布好きなんすよって何？調布に住んでたの昔。嘘だ。本当っす。なんで？なんですか、ある程度人がいなくてある程度栄えてる、まあ、閑静な住宅街ではあるわ ね、 そうですね。東京以外の人は多分ちょっと分かんないかもしれない。調布っていういいいいっていうか、なんていうかな、ちょっと高級住宅地みたいな、まあ田園調布の方があれだけど、まあ、ちょっと違うんですけど、でもまあまあいいとこだよね。そうですね、そうですね。だからそこに住んでたのかのがあるんで、うん、調布は一番世界で一番住みやすいと思いました。と思った。でも住民からの反対を受けてやむなく引っ越しさせられたってことだよ。そうですね、吉祥寺の方に。その顔は調布じゃないもんね。吉祥寺ですよ、うん、こんな顔が調布にいたら絶対に俺文句言うもん。いや、おしゃれな感じありますよね。反対運動起こすよ。いや、調布よりやっぱ都会シティ派。シティ派って何？わかんないです。わかんない、あ、ごめんなさいね、これね、わかんないですってね、これね、まだ聞いてる方にもあれなんだけど、ルールをなんとなく決めたわけ、昨日。あ、じゃあ、ね、で、なんか言って、自分から振った時にわかんねえっすっていうのはやめろっつってんのに、もう冒頭始まって何分だ、言っちゃってんな。だから、まあ、これクイズにしましょう。俺がなんか言うかみたいなことを、っつったってことね。そうですね、クイズにするほど言うなっつも。じゃあ、でも癖かもしれないですね。わかんねえっすっていうのかな。そうなんですよ。そうすると話が止まっちゃうんだよね。まあでも俺昔、うん、まあプライベートじゃなく仕事では言わないようにしてる反動で、うん、プライベートで言うようになっちゃったんですよね。わかんねえっすって、うん、うん、俺絶対わかんねえことでもわかんねえっすって言わないもん。なんとかしようと思うわけ。仕事では言わないですけど、プライベートでは言おうと思って、逆に。ああ、言おうと思って。いや、まあ、だってそうしないと使うとこないじゃないその言葉使うところはいいんだよ、別に分かんないですってちゃんとした日本語だからさ。使いどころ間違ってるって言ってんの俺は。クロスワードとかやります？あのクロスワードって俺実家に住んでる時に、はい、あの新聞日曜版みたいなのあるじゃん。ありますね。ちょっと豪華な遊びもついてくるみたいなんで、それが毎週クロスワードがついてるわけ、うんうん、あの当時なんだっけな、あの人書いてたような気がするんだけど、俺のちょっと記憶が正しければ。誰ですか？釣りバカを書いてた人。はいはいはい、はい、もう載せてるようなところ、面白欄みたいな、はい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 、4コマがあったりとか、うんうん、間違い探しがあったりとかっていうところにクロスワードが毎週来てたわけ、うんうん、今でもついてますよ、うちのお母さんやってます。あ、そう、うん、やっぱそこはもう俺ずっとやってた。で、今数読とかもあったりするわけですよ。数読な、ハマってんな今、あのやってもらってる三岡君が数読面白いっつって。数読は別にあれですよ、あの俺ピッコロスの方が好きなんですよね、数読。あ、それ言ってた、俺らも水岡君とピクロスみたいなのあるよなとかって。あれはでも2人とも一致してちょっと分かりづらいっつって、僕らには。立体ピクロスの方ですか？普通の何個削ってみたいなことでしょ。で、そうそうそう、最終的に何の絵でしょうみたいになる。そうあれが何個こう黒く塗ってっつうのはちょっと分かりにくいね僕らにはみたいな話になって、まあまあ、数読はまあ言っても、ね、もう数字を1から9うん、何なり入れていくわけじゃん。そうですね。何回な、どこにこれの2、いやでも2はこちゃんなみたいな。いや、だから同じじゃないですか、結局削るって作業がちょっと分かんない。別にあの批判をしてるわけじゃない。いやいや、あのマス目を埋める、あのなんて気持ちよさとか結構分かんない。塗り絵とか塗り絵あんま好きじゃない、うん、あ、好きじゃないんだ。じゃあダメっすね、うん、塗り絵嫌いな人ってなんかもうなんかちょっとあれっすね、あれっすねってな、ちょっとなんか知能指数的ななんでね、塗り絵が、うん、何、塗り絵が何好きじゃないとちょっと低いみたいなこと。そうですね、やっぱなんでだよ、俺クロスワードやってたっつって。だから何ですか、もういい、面白いつけ、隙間を埋める楽しさみたいなの。隙間を埋める楽しさ、うん、俺あれはやるよかんだよ、これ隙間産業、こうぼーっとしてビヨーンって 3D になるやつみたいな。何言ってんすか何言ってんですかじゃない、あのなんかこうぼーっと見てたらさ、ボーンって出てくる 3D みたいなのあんじゃん。こう真ん中視点をこう交差
あ、な交差とか、まあ、ちょっとトークを見てると浮き上がってきますみたいな感じありますね、ありますね。あれ好き。それダメじゃないですか。なんでダメなんだ。ダメ、何ダメって何。それ全然関係ない話。関係なくないでしょ、今の話の流れで言うと。一応その部類には入るでしょ、そういう塗り絵系とか。ちょっと離れたかな。離れた。な、何の系に入るの、あれは。ぼーっと見るやつですか。うん。でも言ったら大きく分けたらこういうクロスワード、数独、うん、ピクロス、うん、その浮き上がるやつ。浮き上がるやつおかしくないですか。間違い探しとかならまだ分かりますけど。なんでよ。浮き上がるやつはなん、じゃあどの部類に入れたらいいの。正解、正解ってないじゃないですか別に。クイズあるよ。ちょっとこれ何浮き上がってる分かるみたいな。ああ、そういうクイズになってます。なってなってなって。やり取りじゃないって。クイズになってみよう。その何がここに隠されてるでしょうみたいな書いてあるから。なんかあい、ね、書いてあるよね。ほら。検査みたいなやつじゃなくて。検査って何？その。これちゃんと正しく見えますかみたいな。違う、その何よく目のさ検査で6、7とか書いてある。そう色毛のじゃないって。やったことないの。はい、やったことない。ないですね。あ、後でやれよ。俺持ってっから。あ、いいっすか。 iPod Touch とか iPhone で今できっからさ。それで落としたの、ね、それでやってんすか。いや、それ前に一回流行ったじゃん、そういう本。すごい出たよね。わかんないっす。すごい出たの。楽しいのよ。言っちゃった。わかんない。あ、2回目な。うん。うん、これなんかあげろよ。当てて、ハガキとか送ってきてもらった方に。いや。私物を。違います。違います。そういうことじゃないっす。そういうことじゃない。何？罰ゲームなと。流行ってねえっす。流行ったよ。流行ったよね。いつぐらい？いや、結構前だけど。え、5年ぐらい前ですか？なあ、まあそれぐらいかな。もっと前？かな。6年とか7年ぐらいにすごい流行ったの。実家帰ったらやっぱあったもん。あ、そんじゃんっつってボーッと見るやつが、ボーッと見てボーンって出てくるの。わかんないっすね。え、マジで。あれやってすげえ面白い。面白いですか。面白い。ちょっとやってみます。不思議な感じ。もうそれで見えたらもうツッ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 ってもうすぐ見える。それまでは変な本当に迷彩じゃないけど、わーってやったことあるかも。あんじゃん。あるかもしれない。うん、だそういう部類と同じじゃないの、クロスワードって。いや、多分違うと思う。違う。でも、さっきの BS の方って、俺多分ずっとやっちゃうと思う。はい、いや、面白いですよ。すげえ、いや、おもちゃやっちゃうもん、あれ。はい、俺、だって正月の休みの時とかって、ああいう雑誌、検証系のあるんですか？あらららら、すげえ。あれのクロスワードばっかりしかないと思う。そう。買いましたもん。ネクラじゃん。正月は楽しみよ、外出てよ。何やってんだよ。こたつ最高？最強説？いや、だからこたつが、俺別にこたつがダメとか言ってた。外出ろっつったの、お前。いや、正月は家でゆっくりするもんだと思ってるんで。ゆっくりするもんよ、家族と団らんとかね。そうそう、昼間ですよ、昼間。昼間は、面白い番組を見ろよ。映像を作ってる人間としたら、こういうのもやってんだみたいな、いい真面目な話をすると、そういう、あ、これはちょっと面白くないなみたいなのを参考にしろっつのに。あの、いや、昔の話、ピクルスとかピクルスとかが悪いっつってるわけじゃないよ。昔の話ですよ。あ、ごめん、今現在の話じゃないってことね。気が狂うほど映画見てます。大丈夫それ、今の大丈夫です。何切りましょう。それからピー入れましょう。いや、その別に使うとか。